手にとっては一週に一度の、まあ、まあもちろん夏もうちは出てくるんだっていうね、そういう高校はいいけどさ、うん、我が北海道はね、まあ史上初だろなあ、帯広の2校がなあ、まあ選抜されましてね、白樺学園と、うん、帯広農業、なあ、これはもう、そう、十勝の人間にとってはね、すっごいことだなみたいなね、話だったんですけどね、まあ中止という形になりましてね、もう今からでもなんとか考え直してもらえないだろうかぐらいの気持ちだけどな。やっぱり我々もね、まあコンサートをね、まあ4月から控えてる者にとってはね、うん、まああれだな、こう言っちゃなんですけど、様子見なあ、周りの落ち着き具合、何と言ってもよ、俺はもうやる気満々だけどさ、お客さんのこと考えたらな、やっぱりお客さん第一だからな、うん、それ考えたら果たしてやれるのかなあ、それとも中止延期になるのか、まあ事務所ではまあ早いとこね決定してみんなに知らせなきゃいけないな。